開幕戦は新型パーツ使ったよ。調子良くてテストを走ったらエンジン壊れます。次の鈴鹿ではトラブルなし祈ってた。表彰台目前でマシンがまたトラブりました。そろそろメンタルやられそう。亀井はそんなに強くないから、ああ、慰めて応援待ってます。気を取り直し3人でオートポリス、ダブルポール喜ぶつかの間決勝第3次。次の都合はこれまでの苦労が実り、今季初の表彰台に乗れました。そろそろ追加のサポートを本当に欲しいんだけども、切実にお願いします。仕事はあて集まって整備して、でも私たち文句一つも言わないよ。合わせて戦って食らいついて、勝利に向かって僕たち頑張り続けます。